こんにちは、タカさんです。今回の動画は非常に面白い鎌ケ谷市長選挙について解説していきたいと思います。なぜこの鎌ケ谷市長選が面白いのか、それはまずね、清水清志市長が6月に突然辞めたんですけども、なぜ辞めたか。次の衆議院選挙、千葉13区で出馬する、その準備のためということです。なぜ衆議院選挙に出ることになったのか、それはこの今この千葉13区の衆議院選挙、現職が白須賀貴樹議員、自民党を離職で離党した議員です。そして比例復活したのが立憲民主党の宮川真さん、この2名がこの千葉13区の議員となっています。なぜここで立候補するのか。千葉13区白須賀議員の問題があったからです。実は千葉県の自民党の議員連盟は、白須賀さんじゃ自民党戦えない、清水清志市長を自民党の公認として出してほしいという話をしていたんですね。ということで、清水清志市長は乗り気だったわけですよ。13区、自民党で出ようかなと言ったところで、なぜか最終的に日本維新の会から出ることになりました。なぜ白須賀さんがこういった状況になったのかというと、そもそも不祥事だらけだったからということです。2015年には政治資金収支報告書の未記載、そして2016年には2月29日の衆議院予算委員会で、保育園落ちた日本死ねというブログに取り上げた質疑に対して、誰が書いたんだよ、匿名だよ、匿名、ちゃんと本人出せ、うざい、やめろよやめろ、などとヤジを飛ばしたと報道された。これかなり話題になりましたよね。保育園落ちた日本死ね、これで待機児童問題非常に火がついたきっかけのところで、汚いヤジを出していたのがこの白須賀さんだったという疑惑ですね。さらにマタニティハラスメント疑惑、2018年3月働き方改革関連法案を議論する党の厚生労働部会などの合同会議で、自身が運営する保育園、白須賀さんが運営する保育園で病児保育のために採用した看護師さん、雇って1ヶ月後には実は妊娠して産休に入ると言ってきたということで、人手不足で募集したのに産休に入るってそれは違うだろうと言った瞬間に労基に駆け込んだと発言した。白須賀は保育園側に非があるとした労基に対して、中小企業の実情と労基の指導の仕方がずれている、事情を踏まえるように労基に徹底的に指導してもらいたいと語った。はい、こういったことを労基は無視しろという圧力をかけたと捉えかねないようなこともしていたんじゃないかということですよね。さらに秘書の当て逃げ事故、これが当て逃げなんですけども、2019年1月現場から立ち去ったですけども、これ白須賀さん乗ってる最中で、白須賀さんは当時は助手席で眠っていて事故に気づかなかった。2月末に車の修理業者から警察が探していると連絡を受けて事故を把握したというところで、しかも白須賀さんは政務官に就任して半年の間に1時間以内に総理大臣官邸参集しなければならない在京当番日のうち13日間も千葉県内に滞在したことが判明しているということで、この事故の当日も、在京当番だったということなんです。在京当番だったにもかかわらず、千葉県松戸市の狭い道路を車で通っていたと、しかも寝ていて気づかないぐらい熟睡していたというような状況だったそうです。さらには秘書らによる選挙妨害事件、2019年4月千葉県議会富里選挙区で
初当選した新人女性県議高橋優子が河野太郎外務大臣とともに写るポスター120枚が民家の敷地内など約40カ所で剥がされたと。9月に千葉県警白須賀さんの公設秘書と施設秘書富里市の土木会社の関係者2人を公職選挙法の自由妨害違反容疑で書類送検、刑事事件ですね、刑事事件で書類送検、千葉地方検察庁は秘書らを不起訴処分とした。起訴しなかったんですね検察が。刑事事件に当たる、刑法に当たる犯罪行為をしたのにもかかわらず不起訴処分としたんですね検察は。富里選挙区は白須賀さんの、衆議院千葉13区内にあって、県議選で白須賀さんが支援する杉山さんがこの方に2倍以上の得票差で完敗したという背景があって嫌がらせをしたんじゃないでしょうかということですね。選挙妨害としてポスターを剥がす、選挙ポスターこの剥がすというのは非常に重い罪でありますが不起訴となったということで、この県議はやられたこと自体はもちろん考えられないことですが、それ以上に不起訴になったことが驚きでした。秘書も自供して全て明らかになっているのに許されてしまうのは大きな問題、千葉はポスターを剥がしても許されると。千葉県は刑法に当たる犯罪行為をしても起訴されないという前例を作ってしまうことになるということに述べました。千葉県って刑法犯罪をしても起訴されないんですね、既得権益側の方は、と思われてしまうような実情。まあ、千葉県の児童相談所問題もそんな感じですよね。明らかに法に反する行為をしても全くお咎めなし、処罰すらされない。これが千葉県の実情。象徴してますね。千葉県は公務員や権力者はやりたい放題。そう取られても仕方がないような状況。さらに、中国企業からこの100万円受領ありましたね。500.com から100万円受領して、白塚さんは職務権限、IR に対しての職務権限がなかったから不起訴。ただ、この100万円でイブ・サンローランのバッグ買ったり、いろいろやっていたということですね。さらにとどめは今年の1月8日、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言下、2月10日、午後8時以降に白須賀さんは高級会員制ラウンジを訪れていたと、週刊文春報を喰らいました。文春報炸裂。白須賀さん2月10日夕方に議員事務所の車両、で六本木のマンションへ立ち寄り、元アイドルで現在はモデルの高級ラウンジのホステスをしている若い女性の英子と共にタクシーで外出し、赤坂の高級フレンチレストランで午後6時過ぎから午後8時10分まで1万以上のコース料理を食した。タクシーで麻布十番の2人席料が60分1万円以上の会員ラウンジ X へ同伴出勤し、午後8時34分から午後10時まで滞在した後にタクシーで自宅マンションへ帰宅したというような事件です。これで公明党の議員は議員辞職、自民党の議員らはこういったことをしても離党というような状況で白須賀さんが離党しました。そこで維新の会で清水さんというような構図になってきました。はい、こういった状況ですが、白須賀さんに、白須賀さんに代わって清水さんが13区に出るので、もう準備のためもう市長柴田さんに任せますと後継指名して辞職。後継指名された柴田博美さんは市議会議員で59歳の方、この方は当然既得権益に、バックがいますので、私は本命と、見ています。本命です。既得権益、今までの既得権は維持されますということで、これは本命でしょ。現状維持、これが本命。そして私が対抗に押すのが藤代正夫さん73歳、
なぜか立憲民主党、社民党、共産党、左派系オールスターの支援を受けているからです。つまり労働組合系の組織票がここに入ります。こちらは既得権益層の票、こちらは労働組合系の票。この争い、本命と対抗、ここが組織票の、メインになります。これに対抗できるかどうかというのが、この黒三角をつけていた、つけさせていただいた徳野亮君、28歳。なんと彼は市議会議員選挙26歳で出馬して2位で当選してます。ちなみにこの柴田博美さん、この時4位だったわけです。この市議会議員選挙では、まあ、バックが両方なかったにしても2位で当選してるんですね。今回はバックが強力なのでちょっと厳しいかもしれません。2000票以上取ったとはいえ、今度は2万票近く取らないと市長には当選できませんので、かなり厳しいです。そして、この、もう一人出馬し表明しているのが、この熊谷隆弘さん、45歳、東京弁護士会所属、トヨタ通商法務部に勤務ということで、トヨタ通商という商社ご存知でしょうか。トヨタ自動車系列の商社です。あの世界のトヨタ自動車系列の商社さんの法務部にいたということで、かなりのコネクションがありそうです。世界のトップメーカーの商社の法務部にいた弁護士さんか、若さあふれる徳野さんか、労働組合の組織票の藤代さんか、既得権益層の柴田さんか、これが鎌ケ谷市長選挙です。この藤代さんの面白いところはですね、実は、前回千葉県議会議員選挙に現職としてこう出馬した際に、岩波初美さん、これは清水市長と市長選を戦った後、県議の方に立候補して当選、そして煽りを食って落選という、この市長選絡みのリベンジという形で、今度は岩波初美さんが跳ね返された市長選挙に、藤代さんが今度は元県議として市長に挑むという構図になっています。ただ73歳というのがちょっとね、年齢がネックですよね。73歳、ちょっと年齢いってませんか。ちなみに二階幹事長は82歳ですかね。そして麻生太郎財務大臣が80歳でしたかね。そして菅総理大臣が72歳でしたっけ。もう高齢の方ばっかりですよね、日本のトップの方々。こんなんでいいんでしょうか。59歳、73歳、28歳、45歳、これから政治を目指す若い方、ぜひともね、まずはこういった市町村議員、地方議員から市長や首長を目指していただければと思います。あの熊谷俊人知事も当時最年少で、まあ、千葉市長に当選したわけです。若い市長からそして知事へ、これからの若い方もぜひともね、こういった若い方、首長選挙に挑戦してもらいたいと思います。首長、このね、首長こそ醍醐味だと思います。政治をやる醍醐味、首長、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。以上です。明日ちょっと徳野さんのところ見てみようかなと思います。また報告したいと思います。それでは親子断絶をぶっ壊す。